渡辺エゴシトレード、エゴシの方がマシだった説。ナベリョの守備は、ツボポイントが高い。返せ。ナベリョの守備って人工芝でさえ見てられないのに甲子園の芝で守らせちゃいかん。守備固めダイソーで使える分、有能だったエゴシ。ナベリョ今打撃どうなん？直球は振り遅れて直球打てないから変化球待ちしてて変化球引っ掛けて併殺打打つ。ダメじゃん。直球破壊王子じゃなかったのか。って言われたせいで変化球狙いで打ってた時期あったんだけど直球混ぜられたら全く打てなくなった。要は出始めの舐められてる時以外まともに打ててない。ナベリョ内野守れないのにコンバートされない不思議。渡辺使うなら山本の方がマシかな。でももう他の若手使うだろうけど。今の江越は9番打者ならスタメンでの起用価値ありそうな気はしなくもない。守れるから試合に出てきて三振しまくるという点でマイナスやろ。江越は O プラス 0.6 あるからな。江越大河も点.200ないのはどうかと思うわ。ナベリョに打席与えるくらいならエゴシのがマシだったかもしれんな。